のトラック競技は女子 100m ハードルの決勝が行われます。この種目の高校記録は共栄学園の斉藤さんが出した13秒92、大会記録は農大代理の北村さんが出した14秒21となっています。ではこれに出場いたします8名の選手をご紹介いたします。第2レーン771番、上原くるみさん、一崎商業。第3レーン750番、竹村あずきさん、高崎女子。第4レーン155番、小黒千佐さん、桐生商業。第5レーン1232番、森泉のり子さん、瀬田農林。第6レーン320番、正田稔さん、共愛学園。第7レーン323番、田中清野さん、共愛学園。第8レーン813番、田中真央さん、富岡。第9レーン463番、五冠並木さん、飯島学園。以上1名の出場で女子 100m ハードル決勝が行われます。大会新記録のようですが、詳しくは後ほど。